中国の原子力潜水艦が台湾海峡で沈んだとの話を最近多く目にしています。日本の処理水問題は原子力潜水艦事故の目をそらすなんて話も出てきています。追跡して調べていきますね。日本の通常動力型潜水艦は世界最強とも呼ばれているそうですが、どこがそんなにすごいのでしょう？それを見ていきたいと思います。2020年3月5日、神戸市の三菱工業神戸工場で、海上自衛隊の最新鋭潜水艦を、竜の引き渡し式が行われました。欧竜は、広島の5基地を母港とする、そう、竜型潜水艦の11番艦です。広大な日本の領海を防衛する新戦力として、実戦配備の日を迎えたというわけです。5といえば海軍基地として有名ですね。大ヒットしたアニメ、この世界の片隅にの舞台も5でした。戦艦ヤマトの勇姿が呉港に浮かぶシーンもありましたね。そういえば、太平洋戦争末期、アメリカは、本当は軍港である呉に原爆を落とす計画だったそうです。しかし、天候の問題で広島に落としたのだと言われています。欧竜のデータを紹介しましょう。基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、幅 9.1 メートルとされ、通常動力型潜水艦としては、世界でも有数のビッグサイズと言われるほどの規模なのです。そう、竜型潜水艦のエンジンですが、10番艦までは、ディーゼル、スターリングの両エンジンと鉛製の蓄電池を併用した推進方式を採用していました。しかし、11番艦欧竜派ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式の併用となりました。かなり大きな変更があったということになります。ここで気になるのが欧竜の速力です。公表値は水上で13ノット、水中で20ノットなので、エンジン機関を大きく変えたのにもかかわらず、先輩である10番艦までの艦と大した違いがないことに気がついた方もいますよね。言うまでもなく、現在の潜水艦という兵器の位置づけは最重要軍事機密に該当します。となると、その重要な兵器の性能を簡単に推測されるような正しい数値を公表するわけはありません。つまり、あえて従来艦と違いの少ない値を公表していると考えるべきではないでしょうか。また、最新鋭艦欧竜だけでなく、従来の双竜型に関しても、連続潜航可能時間や最大潜航可能深度等、潜水艦の性能に関する重要な情報は、極秘事項として一切開示していないのです。厳重機密ということが明白ですね。言うまでもなく、潜水艦のデータを隠しているのは一言なく、世界的にも同じ傾向です。となると、欧竜の公表値水中速力は20ノットですが、実速度とは全然違うのではないかと推測する人も多いそうですが、当然といえば当然ですね。データを隠したり、ごまかす理由は、水中速度と連続潜航可能時間が分かれば、当該潜水艦の行動可能範囲が他国に把握されてしまう恐れがあるからです。発見されることなく、隠密行動を取る潜水艦の活動範囲は、絶対に敵に知られてはならない情報です。特に、通常動力型潜水艦は、絶対に秘密にしておくべき情報です。では原潜なら大丈夫なのか？ということですが、実は、原子力推進型潜水艦は、機関部分だけを考えると、理論上、ほぼ無限に連続航行できるのです。原子力を利用した機関は強力ですから、水中速力も30ノットは出るだろうというのが一般的な知識です。ですから、原潜は、通常型とは逆に隠す必要がないので、隠したとしても、バレバレで意味なしと言った方がいいのかもしれませんね。現実的には、原潜でも、それを動かす人間、乗組員は艦内で生活していますから、食料など物資の補給はどうしても必要です。また、狭い艦内に缶詰状態に置かれることに耐えていかなければならない人間の精神面の課題なども様々あるでしょう。
つまり、源泉自体は動き続けるとしても、中にいる人間にとっては、その中での長期にわたる生活は、困難が伴うものと考えられます。話を追う流に戻します。鉛蓄電池より出力の大きいリチウムイオン電池を採用しているので、10番管までの従来管と同じ水中速力とは考えられません。瞬間的なパワーなら原子力推進型に遜色ないのではないかと思われます。原子力推進型潜水艦にメリットが多いのは確かでしょう。だからこそ、アメリカやイギリスなどのように保有している潜水艦のすべてが源泉である国々が軍事力では優位ということは明らかです。確かに、建造費、管理、維持経費、廃棄処分までの手間や予算を無視すれば、原子力推進型は一番パワーがありますし、これに勝てる機関は今現在は存在しないとも思われますから、無敵と言えましょう。ちょっと飛躍した例えですが、原子力推進型というのは、簡単に言うと、人気アニメ、新世紀エヴァンゲリオンに登場した S2 機関、人類の敵とされる人が体内に持っている A 級機関のようなものと考えられます。つまり、無限に近いエネルギーを発生できる仕組みと考えていいでしょう。A 級機関については、古くから作りたいとか、作られたが壊されたなど様々噂されてきましたが、はっきりと発明されたとは公表されていないようです。最近は、A 級機関という言葉も、ほとんど目にしなくなりましたが、永遠はないと考えた人類は、A 級機関を考えることを止めたのでしょうか。原子力推進型か通常動力型かに関係なく、潜水艦の性能の優先事項になるのは最大潜航深度と言われています。どれぐらい深く潜れるかが、敵のソナーから逃れられるポイントと言えましょう。当たり前のことですが、膨大な海中全域を一度に索敵することは非常に困難でしょう。つまり、敵のソナーより深く潜ることができれば有利というわけです。要するに、敵より深い位置にいたら、下から敵を攻撃できるんですからね。あるいは、実際に攻撃しなくても、自分たちのレーダーで捕捉できない潜水艦が、同じ海中、ごく近くに潜んでいるのかもしれないという不安を感じさせるだけで十分なのです。もし、敵の潜水艦がいたら、自分たちに危険が迫るわけですから、その場から離れるなど、水上艦艇の行動は、かなり制限をかけることができるはずです。敵の捜索行動を牽制する力があるのは言わずともわかりますね。船体に使われている素材の強度から見て、防流波約 600m 以上の深度まで潜航可能ではないかとも推測されています。中国海軍潜水艦の深度が約 300m ということですから、それが事実なら、防流がかなり優位とも思えますね。しかし、舞台と想定されるのは、水深の深い太平洋ではなく、水深の浅い東シナ海や南シナ海です。ここを、中国海軍との対潜水艦戦の主戦場と仮定した場合、横流ではオーバースペックではという指摘もあるそうです。簡単に言うと、横流をここに投入するのは、もったいないということなのでしょうか？ライオンは、ウサギを仕留めるにも全力を出すという言葉があります。強力な兵器を出し惜しみしてチャンスを逃しては元も子もないと感じます。太平洋戦争末期の戦艦ヤマトの例を思い出してしまうのは筆者だけでしょうか？潜航深度以外にも日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられている理由はもう一つ静粛性です。視界が悪い深い海中では潜水艦の動きは音で判断するしかありません。となると、なるべくエンジン音や生活音などが少ない方が有利なのは自明の理ですよね。横流は通常動力型潜水艦ですが、原子力推進型より構造的に優れているポイントを極限まで突き詰めていった結果、驚くほどの秘匿性を持つ潜水艦になったというのです。中国潜水艦浮上事件が横流の静粛性の証拠になるかもしれません。2018年1月、日本の領土である尖閣諸島沖に、中国海軍潜水艦が突然浮上したのです。海中に隠れて行動するはずの潜水艦が浮上したことで、大騒ぎになりました。
尖閣諸島付近の海中でこそこそ活動していた中国潜水艦を発見し、空自と海自が執拗に追跡し、相手ハオリュウからは逃げられないと判断して、しぶしぶ浮上したのが真相だろうと見られています。要するに、追跡されるまで中国側が気づかなかったということですね。オウリュウの静粛性の凄さを痛感したのではないでしょうか。中国海軍原潜には、数多くの騒音トラブルが発生しているそうですから、秘匿性に関して、オウリュウは世界最高水準の潜水艦であると断言しても間違いないでしょう。日本の通常動力型潜水艦が世界屈指となる中、世界の原子力潜水艦の廃棄が30年も進まない状況が、この度世界に発信された。今回は、原子力潜水艦の原子炉廃棄を詳しく深掘りしていきます。オーストラリアも、世界に原子力潜水艦導入と堂々と発表しているが、廃棄まで考えていないのではないのかな。日本は原子炉よりもはるかにいい燃料電池を考えているとか、いないとか。2023年現在、日本の海上自衛隊の艦艇では、動力源に原子力推進を使用するものはなく、すべてが通常動力推進艦で構成されているが、世界の海軍に目を移せば、多数の国が保有と運用と、そして一部で退役後の保管も行われている。海軍における原子力推進を採用した艦艇といえば、原子力航空母艦や原子力潜水艦の2種類に大きく大別され、まれに現ロシア海軍のキーロフ級ミサイル巡洋艦などもあるとはいえ、その数の大半を前者が占めている。そもそも、原子力推進方式の航空母艦を、この2023年時点で保有、運用している国は、アメリカとフランスの2国のみで、前者が、ニミッツ級10隻、ジェラルド・ R ・フォード級を1隻、後者が、シャルレド・ゴールと、合計でも12隻しかない。しかし、アメリカは、世界初の原子力推進型の航空母艦として、1961年11月に就役させたエンタープライズを、51年後の2012年12月にようやく退役させたものの、原子炉の処理は3年後の2015年5月から着手した状態である。このエンタープライズの原子炉の処理は IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社が担当しており、同社は、アメリカ海軍の原子力航空母艦に対する設計、建造、燃料交換が可能な唯一の造船企業である。エンタープライズは、アメリカ海軍の、そして、世界で、初の原子力推進を採用した歴史的な艦艇でもあるため、その存在意義を踏まえて保存すべきとの見解も多いが、最終的な方向性は、未定のまま、原子炉の撤去は2025年中に行う計画となっている。エンタープライズには、ウェスティングハウス社製の A2W 加圧水型原子炉が、合計で8機も搭載されており、その撤去には、一度船体を切断する必要があるため、その後艦艇として復元するにも、多額の費用が必要となってくる。そのため、原子炉の撤去を終えたエンタープライズを、実際に記念館として復元し、保存することの意義については、意見が分かれている感もあり、実際に、最終的な措置が、どのように推移するのかの決定には、未だ、しばらく時間を要すだろう。ちなみに、エンタープライズという艦名は、アメリカ海軍においては、
この原子力航空母艦で2隻目だったが、ジェラルド・ R ・フォード級の3番艦として、2022年4月に寄港されたものに、すでに継承が決まっており、2028年には就役する見込みである。そして、今後のアメリカ海軍では、1番艦であるニミッツが、1975年5月に就役を迎えていることから、この10隻を保有、運用中のニミッツ級の退役も、50年目となる2025年から開始させる予定であり、順送りで、その対象が増加していく。ミニッツ級は、原子力航空母艦として実験艦のような立ち位置にあったエンタープライズから学び、搭載する原子炉自体は、わずか2機にまで削減する技術的な進化を遂げており、廃炉についても、その工数は下がっていると思われる。エンタープライズの場合、8機も、原子炉を安全に廃棄する必要があるため、少なくも積もっても、およそ1000億円弱、多ければ、その倍近い費用が必要になるとの試算も出されており、その額は、優に、通常動力型の大型艦艇を新造するのに匹敵する。さて、続いての原子力潜水艦であるが、こちらは、2023年現在、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国が保有、運用を行っており、2021年9月に締結されたオーカスに基づき、オーストラリアがこれに加わることが確実になっている。こうした中で、西側諸国の中では、アメリカとフランスが、退役後の原子力潜水艦から原子炉を撤去し、艦艇自体を解体する処分を行った実績があるが、残るイギリスはといえばこれを実施し始めたのは最近である。それまで、イギリス海軍は、退役を迎えた原子力潜水艦を、特定の地域に係留して保管する対応を継続してきており、原子炉の撤去や艦艇自体の解体にも、多額の費用が生じることから、保管費用を負担しても後回しにしていた感があった。前述した、オーストラリア、アメリカ、イギリスの3カ国が締結した新たな軍事同盟たるオーカスにおいては、オーストラリアは、まず、アメリカ製のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を、少なくとも5隻は調達するとめされている。その後、イギリスとの共同開発によって、軍事同盟の名をそのまま冠したオーカス級を自国内で建造する方向で進めようとしていると思われるのだが、やはり、その退役後の処分には、イギリス流のやり方が有力視されている。すなわち、オーストラリアでは、今後取得した原子力潜水艦を退役させた場合、一定期間をこれから確保する予定の特定の場所に係留して保管し、しかるべき時期を経た後に、最終的な原子炉の廃棄と解体を行う方向のようだ。オーストラリア側からしてみれば、南シナ海における対中国抑止策の一環として、原子力潜水艦の導入に舵を切ったものの、使用後に、自国で未知の領域である、原子炉の廃棄や解体を行う手法も含め、先行するアメリカやイギリスからの入手を想定しているのだろう。さて、そんな原子力や原子力潜水艦の退役後の原子炉の廃棄や解体についてであるが、この2237年7月に、アメリカの IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社は、イギリスのバブコック・インターナショナル社との契約を発表した。今回のこの両社の契約の目的は、アメリカとイギリスの両国において、今後も、退役後に、原子炉の廃棄や解体が必須となる原子力推進機関を搭載した艦艇に対し、その技術的に重要なパートナーシップを構築するものと解釈されている。前述したように、アメリカ海軍は、2025年以降に、ミニッツ級航空母艦を、順送りで、10隻もの原子炉の廃棄や解体を実施することとなるため、これらへの対応を見越して、その能力を高め、かつ、同盟国や友好国にも、
その技術を戦略的に供与する意図がある模様だ。こうしてアメリアとイギリスは原子力推進機関を搭載した艦艇の原子炉の撤去や艦艇自体の解体でも協調協力関係を強化する方針が感じられるが、すでに解体の実績を独自に持つフランスの今後の動きも気になる部分だろう。フランスとしては急遽のオーカスの締結によって本来自国がオーストラリアと進めていたシュフラン級原子力潜水艦を通常動力型に改めた潜水艦の建造計画を法具にされた経緯もあり、こうした分野でも独自路線を貫くのではないだろうか。さて、イギリスの自国での原子力潜水艦の処理であるが、同国国防省の管轄下にある SDA サブマリンデリバリーエージェンシーがこの2023年8月9日から初の解体処理に着手したことが報じられている。今回 SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが初の解体処理に着手した対象は、1960年代から1970年代にかけて寄港され、2010年までに全6隻が退役を終えていた原子力潜水艦のスウィフトシュアである。スウィフトシュア級原子力潜水艦のネームシップにして、一番艦であるスウィフトシュアは、1992年に退役をしたため、実に31年もの係留、保管期間を経て解体される運びとなったもので、原子炉の廃棄に向け、燃料と放射性物質の除去を実施する。SDA サブマリンデリバリーエージェンシー曰く、スウィフトシュアの解体作業については、従来は行われていなかった手法を駆使して実施されると喧伝しており、その艦隊に使用されている合材や部品は、9割以上を再利用もしくはリサイクルが可能と述べている。イギリス海軍は、スウィフトシュア級より、以前のバリアント級を2隻、チャーチル級を3隻、トラファルガー級を6隻もすべて係留、保管しており、今回のスウィフトシュアは、予定では2026年代に解体を終えるとしている。日本は防衛費の増額を決定し、防衛政策の転換点となっている。そんな中、反撃能力の向上で、人に意識地対艦誘導弾も射程距離の延伸と能力向上が進行中。今回は和製トマホーク、人に意識精密誘導弾改めを詳しく深掘りしていきます。自衛隊の強化が急がれるが、やはり隊員不足は自衛隊でも深刻な状態です。ドローンやAIなどの装備が急がれますが、ターミネーターみたいな未来が来ると恐ろしく考えてしまいます。中国の動きが以前とは違って日本を攻撃している。近辺は終焉かもね。2023年8月31日、日本の防衛省は、来年度2024年度分の防衛予算の概算要求を公表。これによれば、その額は、およそ 7.7 兆円と本年度2023年度分のおよそ 6.8 兆円分から大きく上乗せされ、防衛力の強化期間という政策を反映したものとなった。今年度の2023年度分から2027年度分までの5年間の防衛予算の累計額は、これまでに43兆円に到達する見込みであることが示されており、最終年の2027年度分では、およそ 8.9 兆円規模まで段階的に増加していく試算がなされている。こうした日本の防衛予算の増額の道筋は、
2022年12月に改定後に閣議決定されたいわゆる安全保障関連の3文書の内容に沿って実行に移されているものだが、当然日本の周囲の仮想敵国の軍備に対抗する必要に迫られての決断だ。未だこうした防衛予算の増額に対し、太平洋戦争後の日本ではそうした方向性を好戦的な現政権が推進しようとしていると批判の対象とする言説が多くのメディア等でも散見させる状況であると言えよう。それらの意見は、日本が置かれた地理的な環境の下で、近隣の北朝鮮や中国の軍備の拡張からは目を背け、ひたすら自国の軍備にのみ危険性を叫ぶという従来しかとした構図で、ある意味、日本の言論の自由を証明しているとすら思えるほどだ。しかし、2022年2月から開始されたロシアによるウクライナへの軍事侵攻が、こうした冷戦構造下の日本国内のステレオタイプな机上論に投げかけた波紋は大きく、抑止力としての軍拡を受け入れる方が、世論の上でも主流に見える。そんな状況下の日本の2024年度の防衛予算の概算要求であるが、その下とは、北朝鮮や中国が配備を進める中、長距離兵器への抑止を念頭に、ミサイル防衛用の多用策の拡充と、反撃能力の取得に重点が置かれている。ミサイル防衛用の多用策の拡充としては、イージス・アショアの代替となるイージスシステム搭載艦の2隻の新造を中心に、およそ 1.3 兆円弱が計上されており、この分野が、今の日本の防衛の喫緊の課題であることを示している。そして、反撃能力の取得だが、かつては敵基地攻撃能力と呼称され、自衛隊が、それらの装備品を保有することは、専守防衛の理念に反するとの一部からの批判にさらされつつも、今後の抑止力の用として必要であるとの認識が向上した感も強い。反撃能力を示すための兵装として、開発と配備の強化が打ち出されているのが、スタンドオフミサイルと日本政府が呼称しているもので、これは、仮想敵国の防空兵器の射程距離外から、攻撃を可能とする長距離打撃兵器の総称だ。そして、今回の2024年度の防衛予算の概算要求の中では、このスタンドオフミサイルの一種として、従来までになかった新地対艦、地対地精密誘導弾の開発という項目が記載され、320億円の予算が計上されている。今回の2024年度の防衛予算の概算要求において、この新地対艦、地対地精密誘導弾は、長距離を飛翔可能な性能を持ち、地対艦、地対地攻撃に向けた精密な誘導性能を備えたスタンドオフミサイルとして開発されるものと定義されている。その上で、この新地対艦、地対地精密誘導弾は、すでに開発と量産化が同時並行で進められている人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の地発型で使用される地上装置を活用することが明記されており、開発の効率化も示唆されているように感じられる。今回の2024年度の防衛予算の概算要求で登場したこの新地対艦、地対地精密誘導弾だが、昨年2023年度の防衛予算の概算要求の時点では、当初防衛用新対艦誘導弾について、要素技術の研究を行うという、技術が資料上に記載されていた。この当初防衛用新対艦誘導弾について、要素技術の研究という記述が消え、今回から、新地対艦、地対地精密誘導弾の開発という項目が示されたことからも、前者の研究が、後者の開発として具体化され、名称が変更されたという、解釈が大勢を占めている。人に、意識地対艦誘導弾は、その名が指し示す通り、2012年度から陸上自衛隊が調達を開始した対艦攻撃用途を主とする誘導弾を装輪式の車両に搭載して運用される地対艦ミサイルシステムで三菱重工業者が生産を担っている。オリジナルの人に意識地対艦誘導弾は亜音速で飛翔する誘導弾を発射する兵器システムで、その最大有効射程距離はおよそ 200km 程度と決して長くはないため、現状では南西諸島の島々に分散して複数箇所に配備する形をとっている。これに対し、近年は敵艦艇に搭載される対艦誘導弾を迎撃するためのミサイルの射程処理が向上してきていることから、日本でも
人に、意識地対艦誘導弾の射程距離を延伸して、より遠方の安全な場所から運用する方向で、能力向上型の開発が進められている。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、その有効射程距離を、第一段階として、まずおよそ 900km 程度まで延伸し、続いて、最終的には、およそ同 1500km 程度まで延伸することが見込まれており、飛躍的な運用範囲の拡大が期待されている状況だ。かつ、そうした射程距離の飛躍的な延伸に加えて、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型では、ベースである陸上配備の地発型以外にも、航空機に搭載する空発型、艦艇に搭載する艦発型といった発射破破機の多層化も行うとされている。オリジナルの人に意識地対艦誘導弾、そして、その改良版である、能力向上型ともに、対艦攻撃を主要としながらも、GPS を使用した誘導を行うことが可能で、限定的な対地攻撃用途にも対応しており、従来の自衛隊の兵装よりは、運用の幅が広がってはいる。これは、アメリカ製のトマホーク巡航ミサイル等でも同様であり、こうした兵装を批判する勢力からは、今の日本政府が反撃能力と言い換えた、かつては敵基地攻撃能力と呼ばれた攻撃的な兵器だとして攻撃対象になっている。そうした批判が一部で根強く行われる理由は、こうした長距離打撃兵器は間違いなく攻撃的な兵器であり、自衛隊が基本理念として掲げる専守防衛という考えに反するとした、旧体制化としたイデオロギーが根底にあるのだろう。だが、今のロシア・ウクライナ戦争の推移を見ても明らかなように、航空機や自爆型の無人航空機による無差別な空爆を阻止するには、対症療法としての対空迎撃兵器は当然としても、元を絶つなら、削減地攻撃の兵装が必須であることは自明である。そうした日本国内における批判を考慮しているゆえか、今回の新地対艦、地対地精密誘導弾についても、その対地攻撃能力については、言及は行われていないが、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型等よりも、精緻な対地攻撃能力の付与が想定されていると思われる。これは、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型等の対地攻撃時の誘導方式が、簡易な GPS を使用したものであることに比して、新地対艦、地対地精密誘導弾では、より精度の高い赤外線誘導等を実装するのではないかと、個人的には感じている。新地対艦、地対地精密誘導弾は、その最大射程距離でも、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の最終版のおよそ 1500km 程度を大きく凌駕し、日本の中心部から、中国大陸の沿岸部を攻撃範囲に収める可能性が高いと考える。これによって、中国沿岸部の航空基地や地上のミサイル施設を直接攻撃することが、物理的にも精度的にも可能となり、本来的な意味で、中国の海戦意図をくじく強力な抑止力となるのではないかと期待している。ただし、新地対艦、地対地精密誘導弾に関しても、その誘導弾本体の飛翔速度は、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型等と同様に、亜音速である可能性が高く、中国側の防空網を考慮すれば、飽和攻撃が可能な数を揃える必要が必須にはなろう。台湾国産潜水艦建造計画の一つの区切りとして、ようやく進水式を迎えるとの情報をキャッチしました。今回は、
台湾初国産潜水艦建造計画、一番艦進水式を詳しく見ていきます。台湾への支援国が謎のまま進んでいますが、日本も何かの形で支援しているでしょうが、大きな声では言えない。オーストラリアがもたもたしている間に、台湾は一番艦を進水することに成功しています。オーストラリアも双竜型を購入してたら、今頃な。老朽化した潜水艦を更新するため、台湾は2020年11月に国産潜水艦の建造を開始しました。台湾メディアの報道では、9月28日に高雄で一番艦の進水式と命名式が行われる予定で、政府高官や各界の代表者も出席する予定ということです。台湾海軍の潜水艦戦力を紹介しましょう。1980年代に、オランダのズワールトフィス級潜水艦を土台として作られた海竜級潜水艦2300トンが2隻、第二次世界大戦中にアメリカで建造された電池級潜水艦2420トン2隻の合計4隻です。耐用年数切れというか、あまりにも時代遅れですよね。台湾としては、次の潜水艦を熱望していたはずです。当然、何度も、後継艦の調達が浮上しましたが、やはりというか、中国の圧力、横槍によってことごとく潰されてしまったのです。この状況に変化が生じたのは2018年でした。当時のアメリカのトランプ政権が、潜水艦建造に必要な技術や部品の台湾への売却を承認したのです。中国嫌いのトランプ政権が台湾に肩入れするのは当然といえば、当然ですよね。敵の敵は味方というわけでしょう。アメリカの動きに歩調を合わせたかのように、イギリスも 1.67 億ポンド相当の潜水艦関連の技術と部品の輸出を承認しました。ところが、実際に台湾で潜水艦建造を支援している国は不明でした。アメリカ、イギリス、フランス、インド、オーストラリア、カナダ、スペイン、日本、韓国などの名前が浮上したのですが、わからなかったのです。台湾に技術的なサポートを行った国の名が明らかにされないという理由は、中国からの圧力が影響したとしか思えませんね。前述の通り、一番艦は2020年11月に高雄で建造がスタートしました。2023年9月に進水予定、2025年就役予定と発表されていましたが、スケジュールが前倒しされたことで、9月28日に高雄の小港区で進水式と命名式が行われ、政府高官や各界の代表者が式典に出席する予定と報じられたのです。これが事実なら、日本の太平洋型潜水艦と同じディーゼル脱リチウムイオン電池方式の潜水艦となるわけです。ちなみに、ロイター通信は、台湾は潜水艦建造に必要な部品や支援を確保するのに、非常に大きな困難を経験したと報じたことがあります。その一例として、あるドイツ企業を挙げています。この企業は、中国でビジネスを展開している親会社の意向という理由で、台湾との契約を突然打ち切りました。また、アメリカの同盟国で、通常動力型潜水艦に関する最も進んだ技術を持っているはずの日本でさえ、台湾支援を躊躇したと、ロイター通信が指摘していますが、日本、アメリカ、台湾の関係を考えると、興味深いところと見ているのでしょうか。防衛省関係者は、ロイター通信の取材に対し、台湾の潜水艦建造を支援するという構想が非公式に議論されていたことは事実だが、中国の反発を恐れて中止したと明かしました。元海上自衛隊のある人は、支援を中止したのは、中国を怒らせた場合の経済的な影響が危惧されたためで、中国でのビジネスを失うことを恐れた日本企業のロビー運動は非常に強力だと説明しました。中国とはビジネス最優先というのが日本政府のスタンスなのでしょう。だったら中国の違法操業に苦しめられている日本の漁業ビジネスも重視してほしいものだと思いませんか？台湾メディアも潜水艦で使用するリチウムイオン電池を売ってほしいと日本へ要請したが断られてしまった。なので、
自主開発せざるを得なかったと報じていたことがありました。また、トルコから、タイ魚雷デコイ、おとりを調達予定だったのですが、果たして台湾が購入できたのか、まだわかりません。トルコは、バランス外交が上手ですからね、中国も台湾も、顔を潰さずに交渉できたと考えます。他国の兵器購入に、中国がいちいち文句を言う筋合いはないと思うのですが、台湾となると別問題なのでしょう。歴史的なねじれた深いつながりがありますから。自国領であるはずの台湾が、勝手に軍備を拡張することに神経を尖らせるのは当然といえば当然ですが、台湾の潜水艦ですが、大きさ的には、日本の渦潮型潜水艦くらいです。日本の場合は、領海が広いという事情があって、通常動力型潜水艦は、他国に比べて大型化していることを考えると、近海での運用がメインになると思われる台湾としては、順当なサイズだと考えられます。国防に関わる機密ですから、詳細な情報がほとんど出回っていません。運用が始まったら、概要だけでも情報が流れてきてほしいと思います。と言っても、進水式は今月ですが、引き渡しが行われるのは2025年ですね。本当ならすぐにでも配備したいところでしょうが、なんとも悩ましいでしょうね。結局、どの国が台湾へ潜水艦建造の支援を行ったかは不明のままになりそうです。リチウムイオン電池の自主開発を行ったということですが、この短期間で独力で完成させることができるものでしょうか？本当にリチウムイオン電池を潜水艦に搭載していたとして安定して動かせるなら、どうにかしてこっそり日本が開発に絡んでいたと考えるのが妥当と思えますが、政府がそんな器用な真似はできないでしょう。そうした綱渡りができるぐらいの度胸があれば、むしろ嬉しいんですけど。台湾の国情に合わせた潜水艦の設計ができるところは限られますし、フランス渡りかなと推理しているんですが、ドイツが対中政策のせいで契約を打ち切ったという企業名は謎という話ですが、潜水艦に限ってなら、かなり重要なエンジンしか協力した可能性がないと思われるのです。今の西側の通常動力潜水艦エンジンだと、MTU、ドイツにあるロールス・ロイス社の子会社か、川崎重工業ぐらいの選択肢しかないはずです。となると、MTU が、陰で手を引いていたのか、過去に、潜水艦の実績がある、MAN、ドイツの自動車会社という手もあるのですが、この企業という可能性は低そうです。リチウムイオンに関して言えば、台湾にも、それなりの企業はあります。オーストラリアでの建造があったなら、管理が面倒な GS ユアサのバッテリーより、商用で実績がある東芝の支部が搭載されるのではという話もあったので、万が一の安全性を担保できるなら、信頼性の高い商用バッテリーを潜水艦に搭載しても問題はないはずですが。全くの新規で、政治的な縛りなしでやるというのなら、消耗品をコッツ、COTS、コマーシャル、オフ、ザ、シェルフで購入するという手法もあります。コッツというのは、既製品で販売やリースできるソフトウェア製品や、ハードウェア製品、または一般向けにライセンス提供されるものを採用することです。新しく作るのではなく、今あるものを利用するわけですから、経費も安くできるはずですね。艦の大きさについてはまだ未公表のようですね。以前、台湾軍現役の海流型水中排水量2660トンに近いか、それよりもっと小さくなる見込みと報道されていました。それにしても、潜水艦の建造スピードは随分早いと思います。今回は進水式ですから、偽装は今後行うのでしょう。とはいえ、潜水艦の建造経験が全くなかった国が最初に手掛けた国産艦を3年で仕上げたというのは非常にスピーディーと感じます。一番艦の建造については広報の確認や工員の育成などもあるのでどんな国でも1年ぐらい長めに時間を見積もることが多いはずです。にもかかわらず
この短期間で海に浮かぶところまでよく持っていったなぁと感心します。相当急いで作ったか、建造に関する労役投入のノウハウを支援者からしっかりと叩き込まれたという感じでしょうか。例えばの話、最近の日本の潜水艦ですと建造スタートから浸水まで2年、そこから偽装して引き渡しまで2年、それに配備まで1年とみなして、実質5年で戦力化というスピード調達をしているので、ここら当たりを意識したと考えれば、台湾のこのスピードは納得できます。実は、日本の場合、毎年、必ず、一隻の発注が来ることになっています。これは、世界的にもあまりない状況ですが、このルーティーンを、若干の無理をしてでも維持しているからこそ、こういったスピード建造ができているのです。しかし、台湾はどうなっているんでしょうね。この潜水艦に関しては、韓国の大宇造船の系列会社が起こした産業スパイ事件や韓国顧問団の費用請求問題、台湾側メーカー担当者の逮捕など、いろいろありました。逆に、言えば、それだけ、韓国産業界の関与が深かったということになるでしょうね。韓国も日本に負けないように、潜水艦年一艦建造を行っている国ですから、その辺のノウハウが台湾に投入されているのかと推測されます。台湾の潜水艦の中身やスペックが公開されることは当分ないと思われますが、外観だけでも見えるようになるのが楽しみですね。レールガンは日本政府が開発を急いでいる武器の一つですが、一体どんな兵器なのでしょう？今回はレールガン開発がどこまで進んでいるのかが主題です。日本では発電力もかなり向上し、総合的なレールガン稼働システムが構築できる技術が生まれています。一度開発し、トライアンドエラーで小型化、人が使うまでできればいいけどな。2022年になってからというもの、北朝鮮は超音速弾道ミサイルと見られる物体の発射を繰り返しています。食糧援助を訴えていたこともあったのに、軍事費は潤沢なようですね。この飛翔体への対抗手段となるべく、レールガンの研究開発費が2022年度防衛予算に計上されました。実は、1月12日に、BS 日テレで、真相ニュースという番組が放送されたのですが、その中で話題とされたのです。番組の中では、小野寺御殿元防衛省と大原凡司笹川平和財団上席研究員の対談が行われ、レールガンの実力と可能性、そして今後の課題などが話題になりました。改めてレールガンについて説明します。電磁砲とも呼ばれ、次世代兵器とみなされる兵器ですが、火薬を使わずに、2本の通電性の高いレールに高電力を流し、磁場を発生させることによって、レールに乗せた弾体を射出する仕組みです。このレールガンは、試作段階で 200km 以上の長距離射撃が可能で、理論上は、火薬で発射する銃砲や、燃料を燃焼させて飛翔するミサイルと比べると、経費もかからず、しかも連射可能と見られるので、飽和的ミサイル攻撃へも対処できるのではと期待される兵器と考えられています。花火がわかりやすい例ですが、雨が降ったら火薬は使えませんから、火薬を使わずに発射できるというのは確かに効率的でしょうね。防衛省がこれまでに試作したレールガンでの発射試験結果によると、発射初速は2300メートル毎秒。
およそマッハ6が観測されたということです。戦車砲の発射初速は1700から1800メートル毎秒と言われますが、それを軽く上回っています。防衛省の構想では、中国、ロシア、北朝鮮が急ピッチで開発を進めている超音速誘導弾への対抗手段になり得ると期待しているようです。前での真相ニュースの番組中では、キャスターから様々な質問がありました。レールガンを開発するメリットは何か？小原上席研究員は、たまたよ、非常に高スピードで遠くのターゲットに命中できると考えている。ミサイルなどに弾体が到達するまでの時間も短く、連射も可能ということだと答えた上で、アメリカ軍の地上試験では、射程 370km という報告があったこと、連射性能向上の可能性についても述べました。また、弾体に火薬を入れて爆発させなくても、高スピードによる破壊力が期待できるという発言もありました。強力な磁場を発生させるための装置は必要か？という質問に対しては、先行国アメリカが10年間開発を続けてうまくいかなかった理由として、高電力を出せる電源装置開発が難しかった。特に水上艦艇に艦載できるコンパクトな電源装置開発が難しかったためではないかと指摘しました。現状、レールガンが艦載可能な艦艇として例示したのは、統合電源システム IPS を備えているズムボルト級駆逐艦でした。IPS は、大きな電力を必要な箇所に集中的に配電できるシステムで、レールガンの発射が可能と思われます。高電力が必要なため、他の電子装置が使用不可能になってしまうので、現在は発射されたミサイルを撃ち落とすため非常に高価な迎撃ミサイルを使っているが、安価で連射可能なレールガンをどう評価しているかというものに小野寺氏は、2012年平成24年に初めて防衛大臣に就任した時からレールガンについては理解していた。多額の費用がかかるミサイル防衛システムに代わる次世代のシステム研究をしっかり行うように指示を出したと明かしました。2017年、平成29年、防衛省に再任した時は、レールガンの試作機が製作過程だったが、かなりの高スペックを持っていることは感じていた。そして、自分は、自民党内の防衛大綱を議論するワーキングチーム座長という立場もあって、レールガンの性能向上のための予算計上も応援している小原研究員と同じく、日本が持つ先端的電気関連システム研究に大きな期待を寄せている。陸上配備で対応可能と思われるが、専守防衛の観点からすれば飛来するミサイルを撃ち落とすには航空機へ搭載することも視野に入れつつ、レールガンは日本にとって必要な装備であると考えているという認識を示しました。また、番組内では、レールガンの課題とゲームチェンジャーとしての可能性、大きな電力を供給する電力源の確保、変則的に起動すると推測される、極超音速誘導弾迎撃に本当に有効なのかといった多くの疑問が投げかけられました。今後巨額に膨らんでいくと思われる研究開発費などについても、当然、遠慮なく、両氏に、鋭い質問が飛びました。研究員も、実用化についての一番、大きな問題が、電源問題と認識しているようです。常に電源を確保できる状態でなければ、蓄電池などの装備が必要になります。その場合、放電後の蓄電に時間がかかるので、連射はできないと指摘しました。とはいえ、電源システムや蓄電池技術に関しては、日本は世界でもトップクラスなので、将来的に
レールガンをアメリカと共同開発する話が持ち上がったとしたら、電源システムで日本の優位性をフルに活用すべきとのことでした。心配される極超音速ミサイルの変則軌道への対応では、小野寺氏はレールガン一つだけで防衛システムを構築するのではなく、イージスシステムなど現在あるシステムと複合的に防衛にあたる、レールガンを含めて飛来するターゲットに照準を合わせて的中させるという発想ではなく、近距離で炸裂させ、ターゲットに被害を与えるなどの様々な可能性を研究すべきだろう。それはまだ始まったばかりと話しました。小原研究員は、極超音速ミサイルは、スピードが上がるほど運動性が低下する、高度を下げると、空気抵抗によってスピードが下がることから、変則軌道を取れるのは、空気の薄い高高度にある時だけで、ターゲットに接近して高度が下がると低速になり、いずれまっすぐ落ちてくるので、それを待ってレールガンを連射して迎撃できれば、相手が超音速でも撃墜は可能と語りました。レールガン開発はかなり前から始まったようです。60年前の1960年代から構想はあったそうですが、本格的に始動したのはここ10年ほどなので、その実現性を疑問視する意見もあるようです。しかし、小野寺氏は、防衛省幹部のレールガンへの期待と情熱を感じたり、対艦攻撃への活用という構想もあるので、実現の可能性は高いと考えているようです。さらに、日本とアメリカの共同開発が実現すれば、同盟強化にもつながり、2028年までには、テストを終えて実用化されるかどうかに注目したいと述べました。小原研究員は、2028年までに開発が終わるというのは、かなりのハイスピードということになる。日本がこういったハイスピードで技術開発を進められる底力を世界へ見せつけることで抑止力を高め、日本が主体的にアメリカと共同開発を進めていくことで、中国の日本には主体性がないという見方を変えさせることができると語りました。日本が今後革新的技術をさらに高めてゲームチェンジャー的なものを開発できるようになったら、日本へ手出しすることをためらうようになり、戦争を起こさないことにつながっていくだろうと推測しているようです。